どうも皆さんこんにちは、キューキューです。今回はですね、私が今ロジックドネイターズさんに4日間、お世話になっております。そちらの、チャンピオンリーグの攻めを見ていきましょう。千尋さんのリプレイでございます。早速見ていきましょう。まずはですね、村は防衛施設カンスト、そして壁はレゴ壁という感じでございます。早速見ていきましょう。まずは、バーバリアンを出していきました。バーバリアンで、どうするんでしょうかね。バーバリアンで、はい、これはこのバーバリアンは死にましたね。そして、ここでバーバリアンを盾にしてですね、はい、ここでウォールブレイカーで先開けですね、ゴーレムの道を作っていくように、最初に開けるということですね。このバーバリアンはそのウォールブレイカーを通すための、おとり役として2、3体出しておりますね。さあこちらも、そしてウォールブレイカー、いやー綺麗、綺麗ですね。そしてこちらも、3面取っていくという感じですね。千尋さん、攻めた後にですね、聞いてみたところ、あまり今回は面を広く取りすぎずにしたということらしいです。やはりそのたくさん、大きく面を取ってしまうとですね、その分その戦力がばらけてしまうというか、しっかりとですね、まあ、集中的にタワーホールを破壊することを目的としてやっていますので、さあここでゴーレムが出てきました。ゴーレムで3面ですね。そしてここで気をつけたことが、すいません止めます、巨大クロスボウがゴーレムを攻撃してますよね。これを意識したそうです。なのでウォールブレイカーによってですね、ここの部分を開けましたよね最初。ゴーレムがちゃんと真ん中の巨大クロスボウのターゲットを取ってくれるように、配置したということらしいです。さあここでレイジとウォールブレイカーの組み合わせでどんどん上げていくという感じですね。そしてフリーズでインフェルノの動きを止めます。さあここで注目していただきたいのがこちら、ライトニング、打つんですけれども、見てください、すべて勝利されました。すごいですね、ここまで計算し尽くされて打っているかと。今ネクマンとか結構その小さい骸骨とかがいたんですけれども、全て一掃しました。これがもう高レベル、ハイレベルの攻めでございます。そしてババキンとアーチャークイーンでですね、アーチャークイーンでタワーホールを破壊し、ババキンでさパーセントを稼いでいく模様なんですけれども、ここでババキンが死んでしまいましたね。さあここでウィザード数体残しておいて、ウィザードとガーゴイルをですね数体残して、もうパーセント不足にならないようにすると、もう私とかでしたらね、ウィザード全部最初の方に出しちゃいますからね。ここがやはりその保険をかけておくっていう、すごいすごいですね。そして残っているウィザードたちが、まあその最後のね施設とかを頑張ってこう掃除するという感じです。いやすごかったですね、全てが、計算し尽くされている。ゴーレム その巨大クロスボウのターゲットを取らせるであったり、今回はそのあまり面を取らないようにしていく攻め方であったり、非常にすごい。そして後出しのユニット、最初に全部出さずに後まで温存しておくという、もう余裕ですよね。そういうのが素晴らしかったですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。